ロビン・ダンバー・ロビン、イアン・マクドナルド・ダンバーはイギリスの人類学者、進化生物学者。専門は霊長類の行動。彼はダンバー数の定式化でよく知られている。人間にとって平均約150人がそれぞれと安定した関係を維持できる個体数の認知的上限であると述べている。ダンバーはエンジニアの息子としてリバプールで生まれた。 ノーサンプトンシャーで育ち、オックスフォード大学、モードリンカレッジに入学した。そこで、ニコティンバーゲン、リチャード・ドーキンスらに学んだ。卒業後は2年間をフリーのサイエンスライターとして、過ごした。ダンバーは1977年から1982年まで、ブリストル大学、ケンブリッジ大学に所属していた。1987年から1994年まで、 ユニバーシティカレッジロンドンにおり、1994年に進化心理学教授としてリバプール大学へ移った。2007年にリバプールを離れ、オックスフォード大学の認知、進化人類学研究所の所長に就任した。1989年から1993年までイギリス霊長類学会の会長を務めた。ダンバーは英国学士委員の ルーシーから言語までプロジェクトの責任者を務めている。彼が執筆したか、共同執筆した論文のうちいくつかはデジタル化され、リバプール大学の進化心理学、行動生態学リサーチグループから入手可能である。ありがとうございます。